里芋は、うん、あの朝10時半には売れてました全部。ああよかった、助かったな。よかったね。っていうか早いな売れるのと思って。早いね。この山に雪があった。ここやろ。あーな、何山か知らんけど、白鳥とかあったっけ。そっちの方なのか。北の方を見る。上の方な。何でも分からんからな、アドバスって言っとるけど。方向が違うような気がする。ちょっと私方向がよくわかんない。だからまあどっちかっていうと、まあ北よりも、北東そっちの方向方向だから、北東。あ、そっかそっか、ま、もうちょっと北の方じゃなくて、もうちょっと右側の、もうちょっと右側、ね、右側って右だよね、地図をね、道路の向こう側の方がさ景色がいいんだよ。山って感じがして、まあ山なんだけどさ。でもあっちの方がなんかこう、なんか混んだりするじゃん。これ自然園の方から曲がる車が多いな。あっちの道走ってましたら走るよ。でも自然からしか曲がってけれんじゃん。そうやね、自然のところからしか曲がっていけないな。その手前はちょっと戻らんってことなんだから。同じだもんな。あそこまで行って右曲がれば。
何自然園のとこまでがいいの？うん、違う。自然園から、はい、から北に向かう。そう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 。ダイソー。まあじゃあいいやそれで。なんでそんなにどっちが近いんだろう。ほぼ同じか。ほぼ同じ。なんであれみんな曲がるんかな。釣りしとる人がおるじゃん。青空は。曲がった先に職場があるからじゃないの？あ、そういうことか。でかい工場っぽいのがいくつかあるから。なるほどね。なんかこっち側家が多いなと思ってさ、この間帰りにそっち通ってったの、たまにはいいかなと思って。家もあるけど、もうちょっと自然って感じがした。どうなんだろう。いやでもそういう感覚なんだろうね。こう密集してないっていうの。もう密集しとるじゃん。いや一応密集しとるじゃん家が、うん、こっち側って、うん、こっちよ。この辺深い中は、ほら山って感じする。意味わからんし、ほらなんかな、いいくない。自然園っていいやんな。通行止めなんだね。うん、そうそうそう。そこ通行止めだから、そっから先は行けれんかったからさ、あそこから元気に行こうかと思っとって、向こうの。ああ、無理だった。それは残念だから。これ川は見えかもしれないけどさ、山って感じするじゃん。確かにな。うん、なんか知らん。普段見ない景色だから、だから柔らかく見えるね、なんか景色が。そうそう。たまには同じ方向行くけど、いいかなと思って。気分も変わっていいと思うよ。うん、でも家あるから。家っていうか工場みたいなのが。ってことは何も使わんで、みんな、まあ、太陽光発電で電力で、ただ違うか、そんなわけにいかん。あとは断熱の家とか。ああ、ちょっと節約できる的な。びっくりした、フリーエネルギーかと思った。ニコラテスラ。そこまでオカルトの話じゃないと思うよ。そんだったらいいよな、ただで電気使える。そこまで行けばいいなと思うけどね。ここもなんか集落的な、あ、工場か、工場っていうか工場
なんか広い、広いじゃん。ちょっと、そうか、山が狭くないというか。山と山の間が狭くないか。そうそうそう。あっちも狭いもんな、なんか。狭いよね。不思議と。うん。本当にこの辺に市役所作った方が広い気がするんだけど。城に近い方なのかな、やっぱり。市役所って、郡上市役所の話か。うん、大和の役場の方がさ、広いじゃん。まあなあ、うん、広いところ作ってるわな。うん、あそこの方が広い。あ、もう着いちゃう。そうだね、川を渡ればもう行かない。うん、郡上市最大のショッピングモール。ショッピングモール、そうか。わーい、嬉しいな。ここしかないもんな。郡上市最大のショッピングモール街。あれ、行ったもん勝ち的な。行ったもん勝ちっていうか、なんかな。まあいいや。だから横幅が広いから作りやすかった的な到着。うん、